今日は勝ち点3を取ることだけ考えて挑んだので、それが達成できてよかったです。まあ、やっぱりみんなで崩して最後自分がフリーになったので、もう絶対決めなきゃっていう意識と、まあ、ボールしっかりミートすることだけ考えて打ったので、まあ、相手には当たりましたけど、まあ、入ってよかったです。やっぱり今日の勝ち点3を無駄にしないようにするために、次も勝つことが大事だと思うので、しっかり1週間準備してやっていきたいです。苦しい中で、ね、しっかりと勝ち点3を取ることができて本当に良かったです。応援ありがとうございます。そうですね、まあ、今日の本当の勝ちっていうのは、ね、しっかりと次に生かせるように、しっかりまた、ね、アウェーですけど勝ち点3を取れるように頑張って引き続きよろしくお願いします。